ミスマッチになっている打陣席がついています。外飛ばして遠藤、コーナーで待っていた長谷川のスリー決まりました。佐々木、あ、自分で行くか。あ、ちょっと手についてなかったですね今ね。モサク奪って今度はターンオーバー、そして中、あ、フランクスだ。今日動きがいいジェイコブセン、タップスポット中央でもらう、前はダジンスキーだ。タップスポット力でいった。平尾がしつこくついていく、ファイトオーバーでいく大浦、コーナーで湯が待っている。湯、おっと奪った、スティール。中フランクス、フランクス粘っている、フランクス、こういったプレーもうまいフランクスです。やっぱりゾーンは敷きづらくなるので、こういうスリーポイント構成は本当に非常に有効的ですね。はい、あ、ミスマッチをついていく、タップスコット、あー、うまい。あー、背負ってどんどん押し込んでいって、うん、でここでパスも狙いながら、そしてフェイクして、枠川選手がどうしても体をこう当てに、中央、サンシャオのスリー、リバウンド、フランクス、フランクス、いや、いい。佐々木、切れ込んでいく、最後は、うっと、ダジンスキーのシュートは防がれました。さあ、ここはアウトナンバーだ、人数が多い、フランクス、よく決めた。走れてるっていう、そういう非常に素晴らしい、ここもディフェンスもしっかりローテーションできているので、ここのブロックからですね、このルーズボール取って、ここのトランジション、非常に速いですね。リバウンド、モサク、よくリバウンド取ってますよね、茨城はね、こういうところね。さあ、モサク、スリーがあるか、モサク、スリー決めた。モサク、ダミノラ、今日、今シーズン。いいですね、こういうオフェンス回数をどんどん増やしていくと、そしてディフェンスが入るといいですよ。はい、いいプレーですね。エンドワンだ。次、茨城がいいディフェンスにつながると思います。ツヤのファールということになりました。ジェイコブセン、勝負に行くか、ここは勝負に、フックシュートだ。柔らかいですね。いいですね、サイズの点という形の入り方が素晴らしいですね。うん、深選手の2か詰めていった、スリーは長谷川です。長谷川、前に佐々木、さあ、得点能力のあるフランクス、モサク、長谷川、長谷川のアタックだ、バンクショット。いかがでした今のは。長谷川スピードがある、あー、バンクショット、ここも決めてきました。長谷川、キックアウトのパスはフランクス、フランクス、フランクスもフェイダーウェイで打つ、ロバート・フランクス、いや、将来期待大の選手ですね。かなりこんなサイズのポイントが、あー、いいですかね、中村だ、いいプレーだ、スペースをよく見ていました中村。さあ、その枠側だ、いいディフェンスですね、ディフェンスの網、中村、ターンオーバー、そして中、フランクス、フランクスにつながりました。まあ、合わせというか、ここからのディフェンスですよね。茨城のディフェンスがやっぱり非常にタイトで手が出てきているので、そこに引っ掛けているの で、うん、で高い位置でボールを取っているから、こういうファーストブレイクがつなげられると、そういったところでディフェンスのが非常に機能しているという状況ですね。なるほど、さっきできながらドリブルをつかせないというところですよね。うん、42歳の長谷川です。ジェイコブセンがネイルからのショット、あ、これが決まりました。2ポイントでいいので一つショット取っていきたいですね。勝ち点差、中村パスを選択、キックアウトのパスから鶴巻、鶴巻のタップスコットが取って、その後サンシャオ、よくつなぎましたね、これね。サンシャオバランスがいいですよね、3位はね。あ、苦しいけどよく決めた。ローテーションがいい、うん、打てないなかなか、あと3秒だ、浮かしたバンクショット、よく決めた、いや、よく決めました本当に。